ラストどんな空気感なんだろうな。あれな、殺し合いとか起きてる？いやでも一人だからな。人殺し起きてる。行くかラスト。なんだよ、もっと早く言ってくれよ。なんだよ。いやだって一緒にやる人いないからね。そう、ストリーマーサーバーってやつよ。まあちょっと様子見しようよ。いや僕だって誰かと一緒に仲良くやりたいよ。そりゃ。こんにちは。何見てんだ、殺すぞ。これぐらいのあれでいいよ、もう。カレンさん、カレンさん。なんだ。やんどけ。カレンさん。ないないない、どうしたの。カレンさん、カレンさん、この世界で一人で生きていくつもりですか、これから。はい。いいんですね、一人で。はい。あざした。お先です。ちょ。とりあえず馬をゲットしたか。本当甘いわ。ラストの世界で本当に。おい。やばいやばい、もう逃げるしかない。あ、これ始まりだ。戦いの始まり。え？ちょっと誰か。なんかあそこに馬置いてあったんですけど、これもらっていいですか？うん、何？なんか馬置いてあったんですけど、あ、これ引く誰かの？多分リサさんブチ切れますこれ。あ、いやもう。これ多分ね、ローレンかリサのどっちか。これ多分じゃあローレンのかもこれ。ごめんなさい、とりあえず。ありがとうねローレン。何がすか？馬すか？馬ありがとう。え、終わってない？え、いやいや全然何も喋ってない。ありがとうねマジ。一旦待って。一旦待って。じゃあ。一旦待って。分かった。一回話す。どんな予定どんな予定。いや今なんか結構殺し合いしていいるって聞いてインしてみた。ありがとうな。分かった。もうなんかあいついいやついっちゃん。もう一番僕の仲間になる可能性の高い人今。裏画面。ああ、困ったかも。いや、もうそれはだって、もう仕方ない。それ仕方ないよ。だって、さっき殺されてるから、僕はもう一回。僕だってこんなことしたくなかったよ、今。一応。一発は一発よ。え、ダウンしたの耳たれだった？ガチ。だから本当にごめん。ごめんタヤ、よかったタヤで話し合えるかもしれない。さっきなんか間違えてタヤ、耳タヤさん殺しちゃったかもしれない。いやでももういなくなっちゃったんですよ。あ、本当っすか。カナヤさん、なんか一人じゃ生きにくくねえっすかこの世界。さっき鉛玉痛かった。くっそ、ちょっと生きてこうよ真面目に。もう違う、こんなことしてる場合じゃない。お家建てよ、まずは。もし次会ったら、初めましてのふりするわ。今日も一人で静かに泣いて泣いて泣きじゃくる。誰も助けてくれやしないから、ないから、だからそしてやがて時が来ると、時が経つと、私の赤いバラが黒く深くなって、ああ逃れられない。まあもし人だなら3人とかの方がいいのかな。ちょっと聞いてみるか、さっきのローレンたちに協力関係だけ。じゃ一回行ってみるわ VC。 エイム最強ですから。あ、こんにちは。あれじゃない。なんか今からラストやってみようかなって思ってるんですけど。やってたよ。全然なかったことにしてるんだとしたら結局終わってるよ。やるんですけど、もしなんかよかったら協力とかできないのかなーって。あー、一緒に船乗ります。あ、いや、まあ船、あ、なんかこうお互いなんかあった時に助け合いましょうって。あー、じゃあ島になってとかあるじゃないですか。はい本当に記憶なくなってんのかこれ。そこら辺に拠点あるんで、そのなんか寄せときます。じゃ
上の方に。あ、了解です。ありがとうございます。なんか言ってくれれば。あ、どうもお疲れ様です、ローレンさん。お疲れ様。さっきあの武器たくさんありがとうございました。武器たくさん。え、あ、やっぱ、え、あ、武器たくさん。あ、カナさん、カナさん、カナさん。間違えました。武器たくさん。ノエルアルゼンって言ったんでね。あ、そう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 。え、何英語にも精通してるから、カナさんは。普段英語で話してるから僕ら、すいません。そうそう。あ、そっか。二人の間にはそういうのがあるのか。そうそうそう。じゃあそう、日本語でそう聞こえただけ。ここは、そっか。あ、びっくりした。それはそっか。危ないよ。何を言ってるんだね、君たちは、本当に。本当にそう。何を言ってるんだね。箱の先輩ってだけでそんなね、あげたりするわけないもんね。まあそうだよ。そんなわけないでしょ。そんなんね、僕も求めてないですよね、本当に。あ、じゃあ、嫌だよ。嫌がりよ。なあ、違うよね。そうそう、受け取んない、受け取んない、そんなのは。ましてや、打たないよね。そう、打たない。え、打つって何？そん、え、なんすか？打つって。僕、さっき始めたばっかなんですけど。そうだよね。来るんだよね、ここ。やばい、これ。ロレン。うん。ロレン、おいで。あ、ロレン？あ、ロレン？呼ばれてるよ、飼い主さんに。じゃあ、とりあえず、これ、ローレンの腕前をチェックするわ、これで。いや、やめといた。まずこれ50。いや、まあ、信頼、信頼ね、これ。一回、まあ、今回分かんないよね。先輩後輩のね、信頼が。ローレン、頼むよ。ギャンブルの知識はあるけど、運がないだけだから。1、3、5。これ1、3、5。1多めのね。やば。え？あ、1、あ、よかったね。ローレン。あ、1、5、プラス5、プラス5、プラス5。おい、ローレン、何でもうさ。マジでさ。何回するの、マジで。二度とやんだよ、ギャンブル。おい。何回すんのマジで。おい、飯食うな、おい。何百してんかさ。飯食えると思ってる？最初の頃働かないと首とか言ってたよね。ロレンさん。ね、マジで噛み合わなかった。噛み合わなかった。噛み合いじゃないよね。もごもごしすぎ。一三じゃないこれマジで。もうね、そのビビってるからよ。あ、キャラね。来た。マジで同じだ、考えが。ビビってる。それで死んでる。ふかしてる人間の発言なんだよ、全員。金井さん熱い、金井さんその考えマジ熱い。よし。はい。いや、俺そろそろ。帰るわ。ごめん、悪いけど、20来ると思う、俺は、そろそろ。まあでも僕ら協力関係なんで、一応馬だけもらって帰りますね。ええ？ユーフィー。マイクないの、ユフナさん。え？ありがとうございます。今始めたばっかね、困っててもっとなんかくれませんか？ありがとうございます。もう一声。ありがとうございます。これで頑張ります。ありがとう。こんにちは。スクラップよこせ。スクラップ持ってない。あ、ちょっとならありますけど。これしか持ってない。まだ打ち立ててない。よし。はい。こんにちは。あ、どうも。あ、今回はカツアゲされなかった。あれだね、メープルストーリーのあの木曜日ちょっと1時間使えないみたいな感じで、まあ多分5分後ぐらいに開く。5分後か3分後。雑談しましょうよ。うわ、びっくりした。あ、びっくりした。一応あの石とスクラップ交換できます。え、ちなみに金井さんいくつぐらい出せますか？最終的には例えば1000をじゃあ一口だとしたら何口まで買えますか？あ、まあでも雑談しましょう。いや、もう本当にもうやめ、手入ったのは何だったん？やめて、キモ。え、雑談じゃないな、一回も雑談してないもん。いや、もう交渉だもん、交渉。交渉だもん。雑談しましょうはどこ？あ、もうキモ。え、キモい？え、キモい？もう必死なんです、生きるのに。こっちだって誰に裏切られるかもわからない世界で。まあ、それはまあ、確かに。まあ、わからなくはないけどね。開幕、誰にも殺される前に殺してて。いや、え、何の話ですか？ローレン君が僕にショットガンくれた話？え？どういうことですか？どういうこと？これ？え、武器渡してないって。これ？あげたんじゃん。え？兄貴？ローレンさん？ローレンさん？狂ってる！逃れられないから、それ。ちなみにショットガン以外何もらったのかなえさんは。確かにそれ聞く。馬をなんか渡されて、ショットガンと弾で殺してこいって。
言ってないよ。殺した方がいいっすよ。殺してこい。内緒だ、内緒だよ。だから僕2回目すぐ来たじゃないですか、その花房さんのところに。はい、あれローレンが場所教えてくれて。スタートダッシュ辛そうだから、グル上げて落とされた、落とされないように上げたのに、今このた。音技すぎんか、これ。音消えたって、音消えたって。なんかローレンさん環境死んでる。もしかしてオンをワダで返すこと、オンワダっていうのやめて。オンワダ訳してオンワダね。とてもこれで5倍にしてくるから。あ、確かにその分の1割をカナエさんに渡して、うん、こんにちは。返しで交換すればめっちゃ無意味やん。最悪言ってること。そうめっちゃ耳じゃないですかそれ。ここに住んでいます。ここに住んでます。やめて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 ください。誰かわからない。朝の6時だから頭は、はい、俺の話ちょっと聞いて。朝の6時やっ。はい、ちなみにカナエです。かね、はい。あ、カナエさんか。このゲームでパチンコっていうシステムがあるんだよね。はいはい、ギャンブルなんか聞きました。ここのゲーム内でスクラップっていうお金みたいなものがあるんだよ。はい、これですか。そうそうそう、これこれ。おお、ありがとう。1500個も使っちゃった。もしじゃあまたなんかあったらちょこちょこ渡します。いやいや、ありがとうございます。ドレイン2号に任命するね。じゃあありがとうございます。ドレイン2号として頑張ります。ちょっと後ろ引いてみて。もうちょっと引いた方がいいかも。またそんぐらいかな。おい、はい、君、はい、明日までスクラップ1000個集めてこなかったら、はい、この家爆発させる。1000個、はい、すいません。明日引っ越そう。頑張って。はい。自然で買ったもん。あ、すいませんすいません。はい、はい、あのちょっと襲われてました。でも明日までに僕スクラップ1000個集めると爆破されるんですよね、家。え、なんで？え、僕あのインクルードの奴隷2号として生殺与圧の握られてるので。どういうこと？やばいって。奴隷に刺されちゃってる。すみません、あの C4 家にくっつけられて脅されてるんですよね。え、怖い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 。ガチで怖いやついるやん。とりあえずは、あ、来た。ボス来たよ。はい、奴隷2号。はい、あれちょっと持ってる、あの燃料、燃料、あのオレンジのやつですか。そうそうそう、オレンジジュースっぽいやつあります。少しだけならあります。後でまたあげるから。ちょっと、あ、すみません、足ります。もうちょっとある。もうちょっと、これまあ、いっか。いいっすよ、こっち作ります。じゃあ後でパインに返してあげるから、はい、あざっす。いや、それはもう住民税よ、これは。とりあえず、トレイン2個一緒に旅行行く。うわー、びくしゃ。まだちょっとお家ができてないんですよ。うち貧乏で。遊ぼうよ。おい、絡まれてるって。イルスしよう、イルス。うちのチーム一人消えちゃった。それ消えちゃったってよ、チームが。フランシスコがチーチキュートン食べたったのに消えた。おい、つぶやきボットになってるって。シスコさんが同じチームなんですか。そうそう、あいつチーチュー食べた後に消えた。家どこら辺なんすか、インクルードさん。うちの拠点めちゃくちゃちっちゃいよ。あ、本当すか。運転上手っすね。明日でかい家作る。ああ、なるほど。これ30分練習したらできた。めっちゃ近いやん。しかもこんなん僕が全部ぶっ殺そうと思ったらぶっ殺せるぞ。こんなスケスケだと。あ、でも TC 触れないのか。あ、いや触れるやん TC。 これあげる。あ、ありがとうございます。いいね。お家近くですね。一緒に旅行行こう。ソッバルトの家多分あっち近いと思うけど。でもあの僕が情報売ったみたいになるのかな。うちのチームに入る。僕今別のとこ入っちゃってるんですよ。ああ、やったな。仲良くしましょう。このまま行くとまずいんだよな、これ。左、あれ人じゃね、馬乗ってる。
どうもどうも。もう無理だ、ごまかせねえ。こんにちは。こんにちは。あ、見つけた、ソバルトの拠点やん、こっち。いやー、これ裏切り者って思われたな、多分な。ねえ、なんでクルドさん連れてきちゃった。いや、まあ連れてきたっていうか、むしろ僕が連れてこられたって感じではある。やばくない？やばくない？なんでうちらの拠点教えた？違う違う、教えてないよ。普通に運ばれてきた。本当に教えてない。ちなみにガチで教えてない。本当に教えてない。インクルードさん、僕ここ教えてないよね。本当に教えてないよ。普通にインクルードさんが運転してたどり着いた。僕も黙ってたんだけどね。あれなんか飛んでたら馬乗ってて走ってる人見つけてついてきたらソファルト拠点だ。いやまあ信じれないよな、多分これは。これは信じれないと思う。僕が逆だったら信じれないもん。いやこれは無理な。多分無理です。ここまで行ったら和解はできません。おとなしくソロに戻りましょう。大丈夫そう？大丈夫だよ。なんか雰囲気的にね、なんか大丈夫っす、大丈夫っす。普通に協力したかったんだけどな、ローレンたちとは。インクルードも一緒にね、旅したかっただけなんだよ。バイバイ。またね。ちなみにね、ガチで協力しようとしたローレンたちとは。本当に武力がある程度追いついたらチームに入れてもらおうと思ってたんだけど、ガチ誰も悪くないからな。これインクルードも一人で暇だったから遊ぼうってだけだったんだよ、あれきっと。だシスコさんのせいよね。シスコさんがチー牛食べて寝たから。まあ仲間っていうか同盟ではあったと思うよ、少なくとも。